理系がさらされてしまって、いやめっちゃ好きなやつこんにちは、チルチル商業 BL レビューサイトチルチル記者のほぐしみと綱吉です。本日紹介する作品はこちら、はい、はい、どんどん先生の惚れ薬作りたい同好会です。イエーイ、はい、タイトルが面白い。そうそうなんです、惚れ薬作りたいってなりました。私もちょっとあのチルチル内にあります本棚をちょっとですね、はいはい、あのうろうろしていたり気になってしまいまして、そうですね、これかなり表紙もですけどなんかタイトルにそもそも惹かれるので、そうそうなんですよ、すごいな。そう、それでちょっと目に留まって読んだらすごい良かったので、ちょっと紹介させていただきたいなと思います。はい、はい、それでは早速やっていきましょう。はい、こちらの作品のあらすじなんですけれども、はい、こっちのピンク髪の方が、受けの春菜くんなんですけど、うん、あのこっちが大学1年生でして、でなんかその浪人して大学に入ったんですけど、うん、で浪人中彼女がいたんですけど、うん、なんか二股をかけられて、うん、急にかわいそうと思いましてはい、はい、それでなんか振られちゃって、なんか当然自室のまま気がついたら大学に受かって入学していたみたいなところから始まるんですけどはいはい、はい、なんでちょっとこうなんかやや不憫属性な感じというか、なんかちょっとこうお人よしだし、なんかいいやつなんだけどっていう感じがちょっとする、もうおちょこちょいな感じの男の子なんですよね、はいはい、それで大学の子、新しいサークルをなんか入るためにいろいろ回ってたところ、うん、すごいなんか怪しい、なんかもうなんか廃墟っぽいなんか建物にぶち当たるんですよ、はい、でとりあえずなんか入ってみるかって、なんか入ってみたら、うん、なんかその研究室みたいな感じで、なんかちょっとこう、はい、人が、ね、ソファで寝てて、うん、なんかここはなんだろうなみたいになってるところに、うん、なんかその場所でなんかおちょこちょいだからちょっとあーってなって、あの、はい、謎の液体をかぶっちゃうんですよ。危険そうそれなんかちょっとこうピンクめなお薬でして、それでなんかあのドキドキしちゃって、その当時先輩っていうそこに研究室にいた人にチューしちゃうんですよ、はい、何らかの影響でそうなんですよ、そこから2人が出会って、はい、それでそのじゃあその研究室にいた人は 何者だって話なんですけど、うんうんうん、こっちが攻めの当時くんになりますね、このメガネの方なんですけど、うん、あのその惚れ薬を作りたいってことで、それをそのなんか廃墟みたいな塔で一人でずっと続けている大学4年生です、なんかすでに やべえ匂いがなんかすごい美形で、なんかちょっと不思議ちゃん系というかミステリアスな感じですね。でなんかそれでわーってその驚いた瞬間に、うん、あの春菜くんが研究室にある大事なそのなんか機材とかを壊しちゃうんですよすごいなんか不幸なことがどんどん重なりますねそれでぶっ壊した機材があの値段がその結構お高めで払えないから、うん、じゃあその代わりにあのこのサークルに入会して、うんうん、僕と一緒に惚れ薬作ってよって始まりますなんかすごい踏んだり蹴ったりで行き着いた場所、なんかすでにこの作品のテンポ感めっちゃ好きかもしれないです。そうなんです、めちゃめちゃテンポよくって、うんうん、そうでなんか一番やばそうな作品に入ることになってしまったっていうですよね。なんか大学に入って最初にそこっていうのがそうなんか流れが聞いてる感じでポンポンいってて、そうなんですよ。でちょっとコメディ調っていうか、そうなんです、結構 ラブコメ色が強いというか、でなんか結構そのどんどん先生独特のこうなんかギャグとかも、うんうん、あの結構織りなされておりまして、そうです、不気味だった、めっちゃ早かったなんか小ネタとか仕込んであるのめっちゃ好きなので、そうですね。でなんかこの2人そういう感じで、うんうん、まあ、惚れ薬を作っていくんですけれども、はい、なんでその当時がずっと惚れ薬を作ろうとしてるかと言いますと、はい、彼その結構その人の心が分からなくて色恋沙汰で失敗ばかりを繰り返してたんですよ。なんか人を好きになる気持ちが分からないみたいな。あ、なるほど。なんかそこもすでに不思議ちゃんな感じもまた相まって、だからなんか僕もなんか恋をするなんか気持ちを味わってみたいんだ、だから惚れ薬作ってるんだって言って、うんうんうん、でそうなんですねみたいな感じで一緒にその作ってなんだりをやっていくんですけど、はいはい、なんかそんななんかこうミステリアスでちょっとなんか不思議ちゃんな先輩がだんだん気になってきちゃって、春菜くんの方がドキドキって、はい感じですね。まあ、あと2人は本当に惚れ薬を完成させられるのかっていうところもそうですし、うんうんうん、まあ、この先どうなっていくのかっていうのも結構テンポよくいろいろ進んでいくので、うんうん、わーいいです。なんか2人の関係性もね、この表紙見た感じなんか絡んでるのかすでに尊いんですけど
ですけどなんかまたその2人との関係とは別にその惚れ薬ができるのかも普通に興味ありますね。そうなんですよ、なんか本当面白いファンタジー色が本当強くて良かったですね。で本当最初のうちは結構その春菜くんが結構なんかドタバタいろいろ振り回されて可愛いねって感じが目立つんですけれども、はいはいはい、関わりを通じてねどん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 その当時が可愛くなっていくんです。攻めの方が、はい、これは本当に注目していただきたい。わなんかちょっと想像できないですね、はい、そうなんですよ、気になる。ここもポイントかなと思います。はい、こちらの一押しシーンなんですけれども、はい、2人が遊園地デートをするお話がありまして、そこかなと思いますね。デートでなんかその結構普段はその不思議ちゃんな当時に振り回されまくりな、はいはいはい、春菜くんなんですけど、遊園地デートでは結構そのなんか浮世離れしてる感じの当時を、ある春菜の方が結構春菜くんの方が一生懸命リードするんですよね、うんうん、あーそう、まあ、遊園地っていう公共の場でねそうなんですよ。で結構その普段当時くんってメガネしてるからあんまりこうイケメンなのがバレてないんですけど、はい、遊園地のアトラクションで水をかぶってしまってメガネ外してこう髪をかき上げた時に美形がさらされてしまって、めっちゃ好きなやつ道行く人になんか美形であることがすごいバレちゃうんですよね。あなんか春菜くんのがちょっとドキドキしちゃってダサいカニのなんかカニのかぶり物をかぶせてくれてよしってやったりとかかわいい、なんか他の人にバレたくないみたいな、そんな感じがめっちゃかわいい。なんか嬉しそうなその先輩を見てドキドキしてる春菜くん、そうかわいいんですよ。なんかそのデート見どころ満載すぎません？そうなんですで当時も当時で結構そのなんか、まあ、不思議ちゃったから無自覚爆弾もいっぱい投げてくるんですよね。うわやりそうなんかそうなんかでも全然戦ってると、かわいい両肩思いはみたいな感じになるんですけど、当の本人たちはなんかそういうわけでちょっと恋愛にトラウマというか、その、はいはい、当時くんの方はその人に好きになれないなっていう、そうでしたね、なれなくていろいろ振られちゃった過去があるし、うん、その池の春菜くんの方はなんか自分はそのいつも振られる側でなんかもうなんか自分から行くのも怖いなっていうところがあって、なかなか2人とも一歩が踏み出せないんですよ。いやだけどその2人がなんかすごいお互い惹かれ合ってすごいキュンキュンし合ってるんだろうなっていうのが分かる遊園地デートがめっちゃ可愛かったんです。なんかモダキュンな感じもしますけど、遊園地デートだからなんかきっといろいろなハプニングというか出来事がね目白押しなんでしょうね。そうなんですよ、読みてその章をこうまるっと読みたいです読みますけどそうなんです、もう本当さもう全部の作品通してもうずっと可愛いんですけど、もう特にそのすごい可愛くってラブコメ感がギュッて詰まってるお話だったので、すごいそこはぜひ読んでいただきたいなと思います最後に、こちらの作品のまとめです。はい、作品とはですね、はい、光かなとそうですね、なんかキラキラ楽しそうです、もう可愛いので、うんうんうん、見守ってくださいで、エチとはそうですね、うん、2かな2か3、2です迷ったんですね2にしました。はい、はい、で、まあ、こんな方におすすめってところはラブコメが好きな方もそうですし、両肩思いのシチューが好きな人、はい、とったり、あとは本当可愛いカップリングを見たいなっていう方はぜひ、うんうん、ちょっとさっきパラパラっと中身見せてもらったんですけど、もうめちゃくちゃ私個人的にですけど絵柄が好みすぎて表紙見た時から受け可愛いし攻めかっこよって思ってた通りの中身というか、はいはいはい、そうなんですよ。で裏も可愛いんです。可愛くないですか？あ、ここはなんか可愛いんです。ちょっとこれ書店とかでもし見れるのであればね、はい、手に取って見てほしい。見てほしいです。そう、すごい可愛い、なんかハートの中に収まっているチミキャラの2人が可愛い。なんかチミキャラも好きだし、なんか表情とかも私結構いろんな表情を見せてくれる系のお顔が好きだったりするので、はい、そうなんです、結構コロコロ変わるので、あ、可愛い、はい、もう着目して読んでいただければなと思います、はい、ということで、本日はどんどん先生の惚れ薬作りたい同好会を紹介させていただきました。こちらの作品を、紹介しておりますチルチルの記事ページを概要欄に貼っておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではバイチル。